うまい。今週のところでようこそ。はい、今日は葉っぱ巻きのご紹介でーす。これは結構トラディショナルの料理で、あんまり屋台とかであんまりないですね。あ、そうなんですね。大量で行けば。でもこれ、八本食堂で初めて私も食べました。いや、これはね、好きな人は本当に好き。ねえ、美味しかった。プリンって取り入れてくるから、プリンって。このプリンってしたと、中が柔らかくて、とても美味しいです。あ、言ってくれた今日は。ありがとうございます。はい、今日は葉っぱ巻きのご紹介です。入れます。入れましょう。油に入れましょう。はいはい、はいはい。葉っぱで巻いた鶏ですね。そうですね。鶏肉のもも肉に、はい、お酒とか使ってますね。ああ、そうなんだね。あとシーリングソースとか、はいはい、ナンプラーとかに入ってきたやつをバンダナスリーブって言って、そんなスカみたいな葉っぱですね。これはもうタイの鶏に使う巻くやつ用で、実際タイのやつ使ってるみたいで、そうなんです。巻いて、もう葉っぱは食べません。はいはいはい、香り付けですね。はい、でもなんかちょっと照り焼きみたいな味しますよね。甘めのね。これは結構トラディショナルな料理で、あんまり屋台とかであんまりないですね。あ、そうなんです。タイ流で行けば、メニューあるメニューと思います。あ、はい、でも日本でもあんまり見ないですよね。で行けば、なんかお子様でもね、美味しく食べれるようにね。はい、バンダナスリーブ、バンダナスリーブ。バンダナスリーブね。あ、そうなんです。あ、へえ、はい。あ、バンダナスリーフね。そうです。切れ目ね、切れ目の話で。はい、香りがでも結構強いですよね。そうですね。葉っぱの香りがついて、まあ美味しいって感じですけど。ふん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 。他でもなんか他の料理使うんですか？葉っぱ、鶏肉に使うとは聞きますけどね。あ、へえ。こうやって巻いて、敷いたりとか、巻いたりとか。へえ。シクロは、バナナの葉っぱも敷きますけど、お皿みたいにして。うんうん、ただまあ、これも使うとは聞きましたけど。あ、一緒に。そうなんですね。ちょっとね。はい。はい、こんな感じですね。プリンプリンですよね。食べた時プリンプリンになりますよね。おつまみですね。うん。そうかそうか。バンダナスリーブ、タイ独特の。そうですね。日本料理とかでは全然見ないやつですね。この葉っぱが入ってこないと作れないっていうね。やっぱあれですか、音でわかるんですか、上がったかどうかって。あー、なるほど。上がった。でもこれ八本食堂で初めて私も食べました。いや、これはね、好きな人は本当に、ね、美味しかった。あ、なんか香りもね、醤油となんか砂糖のね。これ一応2人前なんですけど、いつも2個入れるんですね。はいはい。あ、そう。ちなみにソースとかないです。このまま。味付いてますもんね。これ通称葉っぱ巻きで私呼んでますけど、これ正式名称なんていうんですか？大砲バイキウイって言いますね。あー、はい、なるほど、はい、できました、はい、2人前できました。大砲バイキウイ、あ、言ってくれた今日は。ありがとうございます。葉っぱ巻きね、もう2個食べ終わりましたけどね、いかがですか葉っぱ巻き。めちゃくちゃ美味しいですね。初回にして剥き方のコツをね。さすがですね。あちちだよ、あちちだよ。めちゃくちゃ熱いです、なんか。そうでしょ。でもほら、プリンって取り出てくるから、プリンって。もうプリンってした後、中が柔らかくて、とても美味しいです。あ、優しさ、優しさ。え？身がプリプリで美味しいです。あ、それは取りながら。
しくお願いいたします。